新生ベラトールともいろんな形でのアライアンスは組んでいきたいとその中で大みそかにライジン VS ベラトール全面対抗戦とかっていうことも十分可能性はあるしそういうことも念頭に置きながら新生ベラトールとも話はしてるのは事実ですただ正式に何か決まってるってことではないです。